この動画は11月20日に発売されたサラサマーブルの紹介です。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはこちら、不思議なマーブルインクですね。サラサクリップのマーブルカラーです。こちらが2018年の11月20日に発売された商品です。裏面がこんな感じですね。5色セットのものを購入しました。ボール径は 0.5 となっております。サラサのマーブルカラーということで気になって購入してみたんですけど、1999年にスーパーマーブルっていうキャップ式のペンは発売されていたそうです。ただその後リニューアルされて現在の形になりました。こちらがノック式で、キャップを見ますと色の混ざり方がわかりやすいかと思います。上から色が、緑はミントシャワー、黄色がトロピカルマンゴー、オレンジがハワイアンアップル、ピンクがコットンキャンディー、それから紫がブルーベリースムージーです。カクテルみたいなおしゃれな名前で、色味がこういった形なんですけども、実際描いてみて色が混ざるかどうかっていうのを見ていきたいと思います。それでは順番に描いていきたいと思います。まずがミントシャワーですね。色の混ざり方はこういった形になってます。続いてトロピカルマンゴーですね。こういった形の色味になってます。続いてハワイアンアップルですね。ブルーが混ざった感じですね。続いてがコットンキャンディーです。最後がブルーベリースムージーです。こういった形の色味です。はい、ミントシャワーがこんな感じの色ですね。緑っぽい色ですけど、こういった形で暖色系の色も入ってるので、すごい爽やかなイメージですね。いい感じで色が混ざってるのが見て取れるかと思います。続いてこちらがトロピカルマンゴーですね。緑系が若干混じってるんですけど、黄色とオレンジが混ざってるような色です。個人的には結構好きな色ですね。オレンジ色が光って見えるようなペンの混ざり方になってます。続いてがハワイアンアップルですね。こちらがトロピカルマンゴーとあんまり色の違いが分かんなかったんですけど、ブルー系が入ってるので使い続けているともう少し青が混ざってくるかと思います。続いておそらく一番人気になるかと思うんですけども、コットンキャンディーですね。こちらがブルー系とピンク系なので、非常に文字がおしゃれに映ります。書き始めがピンク色で青に変わったりとか、今回書いたのは薄紫色だったんですけども、こういった形で綺麗に色が混ざってます。最後がブルーベリースムージーなんですけども、こういった形で青が多い形になってます。ほとんど青ですかね。割と青が多めな印象ですね。紫系と青なので色の相性はいいかと思うんですけども、今回紹介するペンの中で一番暗めな色ですね。はい、それでは今回の動画は以上になります。マーブル色ということでもう少し色味を出してみたかったんですけど、サラサの場合はインクの減りが遅いので色味を見るのがなかなか難しかった印象です。購入する際はこちらのクリップ部分を確認するようにしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。